はい、じゃあ2024年2月4日になりましたということで、カミカミでございますということで、まあ、とりあえず行きましょう。どうしたの、早いね。12時10分でございます。そんなこといいとしてさ、まあ、こんな感じだけどさ、実際もうほんとカミカミだね。滑舌悪いし、もう何にもダメだね。60の37、うわすごいね。すごいね。それではやっぱいいとして、ちゃっちゃと行きましょうってことなんですけどさ、これ多分ね、おそらく数回なんかすごい名前あれだけど、そういうことじゃないけどさ、ちょうどいいタイミングのことじゃないけどさ、マスター端末の移行がさ、多分できるようになったんじゃない？ちょっと音大きくない？そんなことない？大丈夫？なんとなく感じ取るのがさ、数回あったんですけどさ、マスター端末が落ちて、想像だよ、移行しとる、移行処理ができとる最中の間に、その何、スキルが使えんかったり、あの回答が何、正当できとるんだけど正当扱いにされんとかで、何、間違ってなんか、なんだろう、後ろの方へズルズルって下がってくるようになりますが、っていう処理が多分すごいかかるんじゃないか、かかっても多分落ちずにできるようになったんじゃないかなって勝手な想像で、その間で挙動がおかしくなって、んで、やっぱマスター端末多分あれなんだろうね、移行してやっとる時なんかごちゃごちゃごちゃって多分なってくんじゃないかな。でそれがうまく処理できんまま多分1試合終わってくんじゃないかなって想像しとるんですけど、数回あった。今ならその自分で切断する理由がないですが、まず第一にランク下がらん、完全敗北ない、別にやめんでもいいよね。その一問で切ってさ、そんなに例えば切断して一試合処理できるとかね、あのチケットもらえるとかっていうのって、まあ切ってもいいかなとかあるけど、無理してやる必要ないよね。今まで切るのってあれじゃん、そんなに完全敗北が嫌とかさ、振り局面でもうこれどうやってもあの負けになるとかさ、でそれでランクが下がると嫌とかさ、例えばジャンプから下なね、あれステップなの？ホップなの？下がるとか、ステップからホップとか、そういう風に下がるのが嫌とかっていうところ、チケット効率も悪くなるしみたいな、そういうところで何切っとったけど、今切る必要がないから多分それがまず少ないよね。だからそういう多分バグに想定する場面もおそらく少ない、うん、と思う。だからその状況に遭遇しにくいんじゃないかなって。一応1日はやってない、ごめん、嘘だね、え、嘘ばっかするじゃない、半日ぐらい見た感じ、そんなに多くないもんだってなるのが。だから不意になんか電話かかってきたりとか、これ昨日もさ、その先生のあれじゃないけどさ、一緒になった時に私、タスクキルして、切ったって言いましたが、タスクキルして切ったって日本語おかしいけどさ、しゃあないもんで、アプリ移動しとってもダメだったもんで、切っちゃったってありますか、うん。それぐらいしても、だから、切れんぐらいだから、多分、でもあれって端末かな、回線かな、なんだろう。どの要素になっとんだろう。でもさ、それ、ちょっと悪いこと思ったのがさ、そうやってアプリ何移動したりとか画面さ変えてぐちゃぐちゃして切れんってことはさ、わかるでしょ、切断できるってことはね、そういう風になっちゃうよね、それよろしくないよね。まあさ、やりながらいろんな課題も絶対出てくると思う。だけど多分すごい強固になったっていうか、簡単に落ちにくくなったんじゃないかなって。今日まただってあれだよね、めっちゃ仕事早いなと思って、アップデートあれなんだよね、入って一応アップデートこれしとるんですよ。ただしとるけど、やってみたけどそれでなんかどうのこうの変わったっていう感じはあんま分からん。なんかそのデッキコピーとかそこら辺やってない、うん、まだそういうとこ手つけてない、何まだって偉そうにお前俺が全部なんかテストしてるみたいな、まあ、言い方しとるな、うん、ありがとうございました、ということで、うん、じゃないかなーっていうのをなんか思う。ありがとうございました、カメラもう一回ありがとうございました。こんだけでもさ、昨日つい私喋ったっていうか言ったと思うんですけどさ、多分わからんよ、想像上で言っとるだけだけどさ、いじくるとすごい、なんて言うんだろう、
エラーじゃないけどさ、予想できん要素が出てくるもんで、多分手つけたくなかったんじゃないかなと思う。結構覚悟がいるなんかところになったんじゃないかなと思う。システム的に分かんないけどさ。おう、あれそういえばアイコン見て思ったけどさ、なんだ21号じゃない201号かなんかあったか、あれちょっといいんじゃねかなみたいな、明日風とかどうみたいなと思ったんですけど、なんとなくあれちょっとわからん。あれでもすごい減ったよ、試合になるときに障害のやつはすごい減った、本当思っとる。うん、めっちゃ本当ね、同じ言葉だけど仕事早いよね。今までお前なんかあれどうしたの、褒めるとなんかあれだぞ褒めるとなんか照れてちょっとあれだぞ、通信障害発生、あれなんなんだろうね。いやでも今日すごい少ないよあれマジで。出たり入ったりとかじゃない、だって出たり入ったりする必要ないじゃん別に。だってその切断中とかがなんか折ったからって、別にこれ入ったからって切っとるわけじゃないから抜ける必要ないもんね。うん、あれが結構際どいんだよね。だったらいいけど、私の本当は私が行った方がいいんだよ。パプアであれ打てんだよな。うん、私先押しできんだよね。パプアで確定じゃないんですよあれ。お肉さんでも確か際どいと思う。できれば行きたくない。うん、あれあいつに行くんか。まあいいわ、私行っといたろだったら。しゃあない。200のキャットマンはあれだね、本当ポジション取れるね。まさかあのあなたあれ、あのあいつ名前なんだあれ、あのカバーやつ。あなた名前出てこんけど。これ多分落ちるんじゃないかな。そうだよな、そこの28でどっち使うかだよね。あのあれ協力警備か、あっちだよね、エヴァか。エヴァってや、そういえばあれってなり、あのサリーちゃんとかあれガチャ出るんだね。出るよりしてやした、あれって前から出たの。あのカセカット協力邪魔なんだね。66と55だよ、ちょっとダメ。50かダメじゃないのあれ。もう2回打てんくなったか。ダメじゃんこれ、すごくダメじゃん、すごくすごくダメじゃん。これでもこっち行かなかもな。風 1.24R でダメ。あれは優秀だね、あの 66% は。音痴の方が残ったな。うん、そっちに、そうだ、そうしてまうか。うん、どっち先だかな。朝ちゃんって5倍だった ?57 とかしてる。ああ、あかんな、あれ。私先にどっちか言っといた方がよかったんだな。これずーっと向こう残っとんすけど。うん、あんで、それじゃないけどさ、その、まあいいや、その、マスターターマスの話はそんな感じ。多分そんな、じゃないかなって想像しとる。で、デッキのことじゃないけどさ、例えば今日で言うとさ、日風ですわ。いや、そんなこと当たり前だよ。お前に言われるのも分かってるから。じゃなくてさ、日風ってなんか印象的なことで何があります？ガッサが多いとか、なんだろう、あれ食らうとか、ゴー君食らうとか、っていうとこもあるけどさ、ガッサが多いってことはもう三枠で水蘇生が入るわけじゃないですか。それから、あいつ、風も蘇生入るわけじゃないですか。ってことは当たり前だけど、試合数じゃなくてターン数が長くなるわけじゃないですか、どう考えてて。普通にストレートでいけば 4ターンで終わる。4ターン、今で4ターンで終わる？火でも4ターン難しいよな。終わらせようと思っても。難しいよな。ありがとうございました。
っていうかこのデッキの要は右のあれじゃないけど、私の今やっとるやつでもさ、見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、もう一回ということで、ありがとうございました。ってことなんですけどさ、一般的に言うと山脈で祖先もらえるから水引っかかるやつとか、水水混じりか、それか水変とか入れますが、逆にそこに引っかかりたくない人って水以外のところ行って火のなんだろう福岡ピオとかじゃないけど火力系できますが、でもそれやっていくと当たり前だけどあれはもらんわけじゃないですか、祖先はもらえんわけじゃないですか。そうすると自分勝手にその何勝手にさ、スキルターンはさ早く進んでちゃう。そっち行くんか、タゲ取ったら向こう行くんかなと思ったんだけど、あ、これ押せてないんだ、押せてないんだ、これの多分クルクルクルっての押せてないんだ、あれおそらく。あー、なっとるなっとる。あー、これそうだね、多分こうしとるんだおそらく。うん、これ誰かが移行しとるんだ、向こうには押してないふうに見えとるんだ多分。押せんもだってどれかがなっとるんだ多分。誰だろう、どれかが移行しとんで絶対。押せてないんかこれって、先押しもできてないもんな。これはこれを押せるんだ。これでも誰か落ちてないんかな、何も出てないよな。どっちなんだろうこれ。多分移行しとると思うんだけど誰かが、私が落ちとるわけじゃないから。今だってスキルあれだもんね、止めれんかったもんね。いや、止めたつもりなんですよ、ヒッターがあれだもんで、もういいかなと思って止めたつもりなんだけどさ、うん、じゃないかなと思うんだけど。でも相手も見ても誰もあれだもんな、落ちてないもんな。落ちてないもんな。それじゃないかなと思う。だったら違うんかなこれ。どれなんだろう。誰も落ちてないよね。マーク出てないよね。たまにあるんだわ。違うんかなこれ。まあそうだな、どう考えてもあれだな。3倍の2倍、 3.5 の2か。どう考えてもね、守れんもんなそこはな。そうか、っていうのが言いかけたとこじゃないけどさ、いやこれ多分落ちとると思うよ、出てないだけで。違うかな。落ちとるんじゃないかなと思って、ありがとうございましたということで。多分それだと思うんだけどな、その移行処理かなんかしとるときにさ。ありがとうございました。ありがとうございました。
それ。ありがとうございます。っていうのじゃないけどさ、その要はあの環境に逆らうなみたいなことを言いたいんだけど、まあ上から順番に行こうか。こういうのはいいわ。要は何だろう。三爆で私の右の構成みたいにさ、水蘇生とかもらわんかったりしてずっとストレートに行くとさ、相手は水蘇生しますが当たり前だけど、でこっちは勝手に押してって自分勝手に火力使っとるが、空打ちしとるがその幽霊みたいなやつにねえ、そんな風になりますが、どれも打てんでな、あれは。ってするとさ、もう勝手にずーっと自分勝手にさ、落ちていっちゃうわけじゃないですか。そうするとさっきのあった鍵さんだったかとか、あのリオコとかのあたりのさ、相手の3枠とか4枠ぐらいにぶち当たるわけじゃないですか。要は何、平均ターンが分からんけどさ、8とか9とかぐらいないかな。そんなところを勝手に自分だけさ5とかで終わらしとってもさ、それはそれでどうなのみたいな、うん、っていうところもあるよね、うん、だからあんまり環境に逆らった構成みたいな風を踏まん方がいいんじゃないのみたいなっていうようなこと、うん、って思っとる。火力って言っても要はあれなんだな、その3枠とかで例えば、難しいけどな、蘇生もらえたりとかっていう可能性のやつを使ってた方がいいんじゃないのみたいな、うん、すごい私のあれじゃないけど窮屈でやりにくくて嫌だけど、蘇生もらってとか自分で蘇生とか作って、で4枠とかで4カウントとか動かしたりとかにした方が、うん、でコスト安いところのあいつじゃないけどさ、あのなんだ名前出てこん、なんだ名前出てこん、なんだリスか、ああいうの使ってった方が得じゃないのみたいな。だって右の構成本当あれだよ、やればやるほど負けていくとかなく、味方がそのなんか耐久作ってくれるかどうかみたいな勝負になってる、たまに高山先生見るけど、あその遅延でもそう、もうこれだって日風でまあ当たり前みたいに言われたらあれだけど、3枠で勝つと蘇生もらってさ、4とかであの遅延カウント合わせようとしたって火は2がないから間に合うわけじゃないですか。そうするとちょっと待ってよ、これでもそうだけどさ、ここで今何問目、ちょっと待って、何問目なんだこれって、殿下56問ぐらいいったね、いってないこれって、履歴かなんか見れんこれって。あまりなのしては誰だもんな。見れんかな。問題数見れんかこれ。問題数これなんか履歴で見れんのこれって。変なとこ触れんもんな。そういうとこで何遅延とかやっぱ狙ってこうとするの、多分 やろうとして組んだけど、どう考えたってカウント的にさ、うん、そこから本当にさそろーって何、別に後ろめたいわけじゃないけどさ、出そうかなって、なんかあれだね、親の仇みたいにもあれだね、うん、
なんか俺に恨みあるんかな。そういうわけじゃないけどさ、いや難しいんですよ本当に。これちょっと終わってから一遍見てみようか。だからその状況さ、いや火力出してって考えたの、一応右私なりに火力出してもだからさ、何しつこいな、ガスさんに蘇生されてさ、で4とかでもさ、火の2がないわけじゃないですか、遅延が。そうすると反抗 あれが間に合っちゃうわけじゃないですか、結果的に。平均8ターンぐらいとかかからん？これでもちょっとかかったかなと思うけど、ちょっと見てみて。8問ぐらいはあるだろう、お考えだって。ありがとうございました。ありがとうございました。また出てくる。ありがとうございました。ちょっと待ってよ。これ見して。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だよ。8じゃねえが。まあ、ちょっと長いかなとは思ったけどさ。でももうそういう環境っていうのは完全にもう、いやだってこれ、避けようないじゃん。どう考えたって。いや言いたいのはさ、右みたいな火力、もうしつこいでしょ。だってずっとそう思ったんだわ。火力っていうのがさ、組みようがないんだよな、多分。で、火力で勝てるときって多分そういう流れっていうの、環境っていうのに合うんじゃないかなっていう。火力って言っても正式に言っても体力ないわけじゃないんだよね、あれ全く。うん。ただ初手だけ見てもこれなんか133のコストで、パプアだってあの全部打てるわけじゃなかったりして、で何だ、もう一人の補正じゃないけどさ、あそこら辺でもさ打てんわけじゃないですか。こっち行こうか。うん、やっぱおもらし高さになるわけじゃないですか、どう考えたって。で2枠でもそんな重い何カバーみたいなの使えんけど、 50% カット 66% カットとかおったりして、そこでもやっぱ綺麗に落とすってなかなか難しいわけじゃないですか。で4枠のとこ行ってね、まあ相手で言うとカットもおるし、でこうやって 90% カットをたりするし、なかなか一概にいかんというか、まず遅延が間に合わんということ、うん、それからリオコの後ろのあた鍵なさだったか、鍵なさだったか、あれが全く機能してない、もうなんか空気みたい。だから最後の4カウントを素直に置くっていうのは多分もう間違っとるとまで言わんけど、やっぱよろしくないんだよな、多分。って思う、なんか。水変して素直に何カウント稼いでいくのが嫌だったら、私みたいじゃないけど、なんか水カット系とかカバーとか入れていくとか、それか素直にパレンケとかじゃないけど、ああいうの、オバキューとかじゃないけど、重たいカバーっていうのを使っていくとか。うん、あんな感じで、ね、足とか、うん、ここら辺まで行けたら最高。で火力のここのリストでもそうだ、これでも継続3じゃこれは強すぎるか。少ない、2ターン短いよな、ほんと、ヘビとかあそこら辺とか40とか、重いくせにさ、3ターン欲しいよね。でパプはやっぱ優秀かなと思ったんですけど、私普通にあれをどっちにしろ蘇生を使わせなあかんから、いやパプは無理だもん。で火力出してこうとすると、どうしても朝ちゃんとかじゃないけどさ、低コスで体力少ないやつとか使っていかないと、そうすると耐久なくなりますが、まあ、だから平均8とか9とかターンぐらい
動いてったりする展開みたいな。あ、どんどん掴まれる、掴んでる、掴んでる、掴んでる。これはきついな。ポスがおるでな。使うよな。使うよな。火だけど。うん、2ついってもいいね、もうね。誰か1人残りゃいい、3人のうち。うん、1人残ったね。うん、の方があれかなって。うん、なんかもうそういうのを素直に受け入れるしかないんかなと思っとる。で、それに逆らった火力だもんでダメなんだろうね。作れてないけど、だからここで作るんだったら多分その蘇生もらえたりとか。ありがとうございましたということで、っていうところのスキルカウントをうまーく合わせてみたいな。ありがとうございました。頑張った。もう一回トゥルトゥル、ありがとうございました。っていうのがさ、その前触れじゃないけどさ、うまくつなげた。そんなことはないけどさ、よくあるさ、飛ばしたって言いましたが、喋っとこう。補正得るとかじゃないけどさ、そのセルフ蘇生なしで、っていうかね、4カウント多分動く。3になんか水混じりの、まあ裏取り入れたんだけどビビって、うん、で、うん、嘘ばっかり言っとる。ここのあれだよ、デッキ構成言うときはみんな嘘だね。大体火力って言うとパレンケおったりするでね。遅延って言うと普通の火力だ、あれで。あれ誰巻いてこんな。うん。お前絶対使わんだろ。短縮があれさ、ほんとオートで、色変みたいにさ、押し直して消せるといいんだよな、あれ。使いたいんだよ。うん、うん、なかなか増えんな。うん、っていうのを思う。今日で言うと133のコストだから、リスを入れていく構成とかにした方が多分いいんじゃないかなと思う。まあもちろん非課税リスが優秀っていうのもあるよ。だから、右みたいな構成、本当にやりガッサとか塊じゃないけど、それですごくすごく負けるんですよ。で、今日のコスト代でパレンケとかそんながっちり作ってけんすが、それ作ったらどっか覚醒入れたりとか穴をすごい作らなかんすが、初手をなんか安くして、こういう落ちか。そこをもっとなんか言語化できるといいんだけど、いいと思うんですけど。そうするともう、なんて言うんだろう、環境に逆らって、環境に逆らった火力って言った方がいいんかな、になっちゃうから、それ多分それ勝つのは無理だと思う。無理っていうか、すごくすごくすごく難しいと思う。なんか、うん、この辺り、どっち、あ、私あっち行ってた方がよかったか。 Why not?どっち行けよかった、私あれ行けよかったか。しまった、ごめん、これごめん、しまった。私すずちゃんだった。うん、ごめん、そうだ、私すずちゃんだ、ごめん。俺もごめん。俺が行かんかった、あれ。うん、
うん、これは本当に右の火力をずーっとやっとって思った。リオコですら本当肩すかしだもん。うん、だからセルフ蘇生をもらって、で、まだあのリスとか組んだ方が多分強いんじゃないかなっていうのは思っとる。強いんじゃないかなっていうより、リスにつながるというか環境に合っとるって言った方がいい。あれは多分届かん、今の思った。だって耐久的に言うと一番半ば以上か、うん、ぐらいまで出してかなあれだもんな。私はこっち行ったろうか、うん、うん、まあこうやってスキルカウントほじくられて間に合わんのが嫌だったら、あのセルフ蘇生をあの何ポリか食らうのも覚悟でもういったれみたいな。あのキャットになんか 1.2 はでかいね。 1.2 かかっとるね。 1.5 ぐらいいっとるね。キャットの200はでもそうだろうな。まあでも行くしかないけど、ここら辺あれか。いや今テレビ画面じゃないからあっち見とんだけどさ、そんなもんであれなんだろうね。3枠、あ、大体 1,2 枠でこじれるし、3枠で蘇生入るから支援がすごくあれなんだろうな、甘んだろうな。あのあれ見とって思った、なんたなんた名前出てこん。なんた名前出てこんがよ。火の日炎、4の2の単位のナレース先生のトレードマークじゃないけど、間に合わんだろうな。間に合う日もあるんだよね。今日初めて見たら、でもここはっていうとこ黒勝負になっていくんじゃないかなって。さ、 でさっきの問題数でも11か何問だったか言っとるとこだと、それを3カウントか、3で2カウント、4で2カウント、5で2カウントを合わせようと。逆に親父とかの日だよね。でもコスト的に親父使えんよね、使えんよね、そこはね。えそう考えると今日で例えば遅延を合わせるとなんかすごいすごいすごい難しいと思うんだわ。要は言いたいのがさ、その何、環境に逆らったデッキじゃないけど、今日で言うとその平均ターンとかじゃないけど蘇生とか組め、そ蘇生が入りゃあの早く長くなるわな。どう考えたってあの無理だもんね、ダメだもんね。だからこういうのもあれなんだろうね、動いたりする可能性もあるってことだね。これもちょっと問題数見てみようか。10問だもんね、ここで。だってそうすると長くなるってことはさ、選択肢として遅延っていうのは難しくなるよね。6の3を合わせにいく。ありがとうございました。ということで、水で逆に長いんだったら、あの、あれがおるよね。BT5 とか、あそこら辺入れていくとかあるけどさ、ありがとうございました。ということで、頑張った。ありがとうございました。もう一回。ありがとうございました。っていうことに気づいたわけじゃないけどさ、そんなことは前からあれだけどさ、って思うと、これやったか。これやったな。これいったな。まあ、こんなんも言ってみようか。38と37で別に魔女じゃなくてもいいんだけどね。モズルとかでもいいんだけどね。そんだけ長くなるってことは、火力で押せてないってことだもんね。
だったらああいう防御系じゃないけど継続タイム長いはばきタイプとか使っていくとか、1回使い切りのカバーとかじゃなくてにしていった方がお得というか環境に合っとるかなって考えちゃうよね。1ターンより2ターン継続のカット率が高いやつとかっていうと選択肢限られるんだな。でもそうするとさ、そんなあのなんていうのデッキばっかり なっちゃうじゃないですか。で逆に私の右みたいにさ、そんな何蘇生無視した火力バーッと押してくると、それは火力出るかもしれんけどさ、出るかな。だってこれ当たり前って当たり前だけど、蘇生もらえんってことは、まあもちろん裏を返すと蘇生じゃなくてなんだあれポディ含めたところのカットに引っかからんってことだもんね。カットに引っかかりたかったらあれだもんね。ポディ使っていくじゃないけど、じゃあ水使っていくっていうことなんだけど、その代わり蘇生もらえるってことだもんね。ポディが嫌とかじゃなくても、そこをもう受け入れちゃって、蘇生もらえるような風にして組んでった方が、デッキ的には多分いいんじゃないかなと思う。すごいじれったくて嫌なんて何がないっすよな。うん、だってこれもう、はい、何いや、どうしたの言葉詰まって。早くしてみたいんだけどさ、自分が早くして倒れるだけで、相手のそのガッサーはずーっとおるもん。最後までおるよ。ぶっちゃけて言うと、すごい雑にさ、セリフ蘇生のガッサ組んでさ、その後ろに蘇生入れてもさ、割と強いよ。多分。右みたいなやつよりは弱い。うん、でもこれ、昨日も言ったあれだけどさ、マジでなんで、ウケル先生だからあれ、上位互換じゃないけど、情報修正しんかったの。どう思うあれ。どっち行く？朝ちゃんどっち行く？私ギリなんだわ多分これが4500ちょっとあれかなと、回復回ちょっとあれかなと。でも朝ちゃん行った方が多分キワいいかなと思って。キワくはない。5000いくつだで5500でダメだったかあんた。ダメだったか、うん、それを持ったんだわ。入るともうそうなんだわあれ。あっち冬尺だったか、あっちの方ならまだ行きたい。4000いくつあるから、あれだとなった土だと補正入って3000の4500か、あっち3400だもんね。あの差がね、うん、そうっていうとこかな。水が出ればあれでも言ってあげなあかんだけどな。これ時本当はあれなんだよね、心を鬼にして、あそうかだったらこっちとか。でもしつこいけどさ、なんで風だけああいう髪切りとかさ、ウオマル系統のあのケル先生を、なんていうんだろう、上位互換出さんだろうね。水がもうなんていうんだろう、賄賂もらってさ、生き生きされて、ほんとラインナップいいもんね。それはわかるんだわ。そこはもう。で、風もまあ、風じゃない、火も髪切りでできてさ、どうかなーというところになってますが。あれもったいないかなと思った。あれをカナちゃん飛ばしてくれてもいいかなと思ったけど。あっちが残ったよ。これ俺もうもらうわ。ごめん。ごめん、これちょっともう無視させて。さすがに、もうもらった。ごめん。うん、でここで打つわ。あーそうか、向こう行ってくれた方がいいな。パパは忘れとった。6倍か、800。そうだ忘れとったがや。6倍だもんな。
これでここか。そう、その何からくりではないけどさ、それが思った、本当に逆行するようなやつ、うん、4をだから4ターンとか、そうそう、あんな感じで、難しいんだよ、7から遅延がな、思う、本当にライオン丸じゃないけど、本当に何遍か倉庫から出そうとして顔見たけどさ、甘いよなと思って、選択肢としか省かれるんだよな、難しい、うん、そこはな。だってこれでももう9問ぐらいとか多分1等でしょう。かといってそういうの気にしたら最後にさ、なんかあなたがやっとるような風じゃないけどさ、火力系ポンって置いたりとかさ、そういうことができなくなるよね、素直に。本当は最終パッパーが一番私強いと思う、多分、うん、まともにやるなら。でもそれをさ言い出したらそういうデッキになっちゃうもんね。ありがとうございましたということで、いい経験ではないけど、テスト対戦があったで、ありがとうございました。逆に頑張った、気づけたかなって。ポツ、もう一回ありがとうございましたということで、51分意外に時間進んだろうな、うん、それ本当思った。なんかだってそういうの意識して組んじゃうと、その何逆行したのって入れれるわけじゃないですか。今日で言うと遅延入れるのはまず難しいよね、どう考えたって平均ターン数が長くてねえっていうとこだったら、継続ターン長いカット系っていうのに目が行くよな、うんうん、これまあどっち行くの、うん、だったらそっち行っとこう。私が際どいから、要は回復が入ると4500なら行く、タゲ的にはあっちと逆かな、冬尺と私が、だったらあれかなと思う、うん、卒が分からんけどね、向こうは。それはこの 11% ははっきり言ってそんなに効果ない、うん、だ初手なんとなく風の方がいいかなみたいな、うん、自分が生き残りたいんだったらツッチーだけど、味方のこと考えたら回復させた方がいいかなと思って、火力も若干あるし、3400と3000くらい全然違うんだ、あれでお肉さんがいけるもん、うん、っていう風になるから。水だれもあれか見事に風遅延されるか、うん、久しぶりにペパーあったねなあ。なんとかそこまでいけたね。これをでもどっちにしろいかなかったんだもんな。いやちょっと上げとくよ、うん、あれパープはってさ、ほんでこっちまで行かなかんのか、
地味だけどゴロちゃんがでかいってやつ。あんたあそこの28選択肢になるよな、そこな、うん、肉食さんでもかかっとるでもう行くしかないよな、うん、非課税でもでも多分あれなんだよね、これもうちょいコスト重くなると高速化しやすくなるんだろうな。今日のサンドだってあの風日円は風あるかペッパーかほぼ見てないもんな。でもこれを落とさなあかんでどっちにしろあるか。そうだね、うんうんうん、まあだったらこっち行こうか。ちょっと待ってよ、それに行き着くわけじゃないけど不便よな、そういう駅が。パパなんか絶対使った方がいいと思う。私最終かなと思った。何かを引き継いだ最終か、もう同じく何かを引き継いだ4枠だから結局そういう風になっちゃうんですよ、うん、火力で行くなら逆に1,2,3でセルフ蘇生作るか、それか個性ユルとか使って耐久系じゃないけどをかけて、うん、リスターで無理だな、全財かかっとる。さすがにな、それはさすがにきついわな。でも結局何これ別にたまたまうまく回ったから言うわけじゃないけどさ、こうやって、耐久系じゃないけどさ、その長くなるの分かっとって継続ターン長い、カット系っていうの 2ターンぐらいだとありがとうございました。それから引き継ぎの継続ターンあるやつ、マッポリとか、あそこら辺とかあなたが使いそうなやつありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっとありがとうございました。あれもう57分ちょっと待てよ、全部できんね。やるとさ、組むのが限られるよなと思っとんだわ。なんか選択肢がすごいなんか狭まる。そういう場っていうのをもう認めちゃうっていうか、だって早くないんだから。まず短縮っていうのはあれだもんね、考えれんよね、どう考えたって。で遅延っていう選択肢もなかなか難しくなるね。で火力で行くならカウント4は4カウント欲しいよね。コスト的にはリスあれかなと私思ったんだけど、継続ターン3、多分あれ3ターンしてもいいんじゃないの、そろそろかなと思う。リス3ターンはちょっとコスト的にやりすぎ感あるけど、3カウントで3ターンはちょっとあれかなと思う。2ターン短いんだよな本当なと思ったんですよね。どういく？どれをあれかだろうな。私は多分おもらしあるよこれ。際どいね、すごい。あ、2つ回復あるじゃダメだわ。朝じゃでも際どかったかな、なんか。うん。それ思った。向こうもさ火力的にあれだろうな。水がおらんでまだよかったのある。パプアでツッチ打てんのですよね、まあ、うん、実はドクター・ブラブラ、マザーズ・スウィート・ストーリーズ・トゥ・チルドレン・ビフォー・ベッド・タイム・パス・レッツ・エンカレッジ・ス。
28本当あそこになるよな、作るのな。ここでも1万抜けなかもね。1万もあれか、もう回復しとるであれ、そんなもん。7000ぐらいで多分いっとるよね、あれって。そのくらいあれやっとるとあれだもんね、ああやって。あ、でももう終わっちゃうよ、1時ファイザーが全然できてないか。長いでやって試合が。うん。だから一概に火力火力って言っても、その試合数が長い、問題数が長い場で組んでも、そりゃっていうところがあるんだろうな。思ったなんか。なんであんとこにあれがおるんだ、ふざけんな。本当に。え、水で行くの全員。え、嘘。それはやめた方がいいね。今日初めてだ、バタリア見たの。アスカはちょろっと思った。あ、そう、アスカのあれじゃないけど、201号さんだったか、あれ。あると、あの、最後水変していくのもあれ、風とかですごいやりにくくなるに、多分。あれを打たせなあかんけど、そうだなぁ。ちょっと待ってよ。あ、どう蘇生が動いてるよかった。ライオン丸が言ってくれてるで。違うな。あれが打てたんだな。リスが打てたんだな。なんでまたあれなの？ね。うん？聞いてないねこれ。で、今日なんで引かずなにあの二人も水カット入れとんの？それも最終試合に。うん？なんかみんな狙ってみとるよ。聞いてないねこれ。何これ、あの二人じゃ打てんねんな。消えないで作業してくれればいいけど、デラダメージ入らんだろうな。ペチペチっていくだろうねあれ。7だって。押してかんよ。7だって。あ、俺嘘なんだもんか。そうかそうか。ごめんごめん。7だって。ね、押してもダメか。これでも多分問題です。10問ぐらいはいっとうでしょう。ありがとうございました。だってそうだな、3枠のところ蘇生入るので2ターンかかるんだもんね、どう考えたって。ありがとうございました。頑張る、いや、また明日、またね。ありがとうございました。ただこのなんだ、テスト体制の実は良かったかなと思うのが、切断がなくなった、いや切る必要がなくなったから、意外にこれでもなんかいいんかなって。雑にはなる、若干なるかなと思う。負けてもどうでもいいってことないけど、だ何でも試せるっていうところはあるわな。明らかに皆さん構成違うもんな。ということでこんな感じで。60、ちょっと待って、69の、すごいね、30、違う、42だって、すごいひどくない？ね。いやでもさ、さっきの問題数あれだったけど、ちょっと見てなかったけどさ、平均問題がそんだけいくところあったら、
現実的じゃないと思うよ。だって現実的じゃないとばっかりあれだけどさ、こうだな、こっからだな。あ、これやってないか。いや、これでもどう思う？そもそもここの4ターンがまず、これ本当に仕事してないよ、鍵さま。うん。これ高速化した時の本当に4枠だろうね。できた時の、っていう時の。うん。だから完全に環境に逆行しとる構成なんだろうな。うん。早くて遅延もそんななくてみたいなところだったら多分こんな風に打っていってもなんとかなるんだろうね。でもそういう時じゃないもんね、どう考えたって。だって途中でも言いましたけど、初手もああいう回復経過とか考えて、おもらし多発じゃないけど、言いましたが、あの、肉の3400補正入って5100でしょう。あれ、不意尺だといいんですよ。3400の5100で、ちょうど等倍ですが、風と、水風だで、秘密だで。土だと3000だもんで、4500とかだと、回復とかされるときついんですよ。初手だで買っとけはほぼ入らんけど、色変えられたらもうダメだけど、回復変えるだけできつい。その代わり、自分があれだな、体力あるとかって、どっちを選ぶかだね、コスト差さんがあって。っていうところが始まって、2枠だって、あんまり34の田島を使っていけるというところじゃないですか。いや、で、使っても有利が取れんもんね。まだ16か。あれのウルさんとかの方が多分有利取れるだろうね。味方を残せる可能性は高いよね。宇和島とかの方が。うん。2枠で、まあ、キャットで行くのはもうイレギュラーと思っていいわ。それはもう持っとる人まだ少ないから、もうそれはもう、それはもう交通事故だと思って諦めるしかない。うん。ていくが、で3枠で水蘇生入ってくるわけじゃないですが、でパレンケそんなに多くない。うん。だからそこで何、水蘇生が嫌だ、嫌ってことないけど、選択して選ばんだったら、なんか何、風のカット系で止めるとか、もちろんああいうメルクとかみたいなの折ったりするよ。折ったりして落とされるのはあるけど、でも長い目で見あれだね、そこで単数稼ぐってことないけど。だって平均ターンが分からんけど、その8とか多分9とか10とかそんなもんぐらい2桁いくぐらいあるわけでしょう。でそこで何、そこを無視して3比とかでいってさ、倒してってさ、落としてってもさ、結局相手のガッサ残るわけじゃないですか。でガッサにあれだね、後ろの連撃空打ちしてくるんだもんね。連撃とか全体空打ちしてくるんだもんね。幽霊に売ってるようなもんだもんね。で次のそのガッサの後ろ何が出てくるか知らんけど、ゴークなのかカット系なのか、なんかカバーなのか、なんか知らんけど、リスが出てくるのか知らんけど、そこでも自分の最終ターンのところのなんか火力か蘇生かなんか言って、それは合わんよね、どう考えたって。もちろんその何、セルフ蘇生のガッサが相手を脅せるかどうかっていう問題もあるよ、もちろん。うん。だけどもうそんだけ単数かかるんだから、単数かかる構成を組まなあかんってことなんだよね。ってすると面白くないって言ったら言い方悪いけど、組めるのは限られるよね。蘇生もらえん火力ってのはまず組みにくいよね。組みにくいってことないけど、いや別に組むのは自由だけど、勝手に自分だけ倒れてくるね。私みたいになるもんね。おう。って思う。まあでもあれだね、世の中と一緒だよな。そう、コロナとかじゃないけども、どうしてもその何、不条理を受け入れなあかんっていうか、ね、起こることに対して仕方がないって言ったらその言い方悪いけど、かなと思う。なんか単純な火力っていうわけじゃないけど、ここでリスとか組むのって火力っていうかもしれんけど、リス組む時だと結局2とか3に何、補正系かセルフ蘇生かなんかやっとるから、完全な火力ではないんだよね。ヒッタ入れて、タジバ入れて、リス入れてて、実は動くかどうかって、それは微妙だもんな。うん。初手になんか重たいなんか耐えるやつとかさ、可能性あるやつとか入れてかなあかんとかっていうふうになっちゃうもんね。うん、かなーって。これやらんかった、動画内容やらんかったけど、まあ、もちろん良くないよということで。だから、組んでいくならこんな風なやつ。うん。を何かかんか使っていく。うん、かなーって。私パップは最終あれかなと思ったんだけど、私はなんか引き継いであれかなと思ったんだけど、うん、
まあ、ただリスト行ったってあれだな、結局最終あれがおるわけじゃないから、耐久装置があるわけじゃないから、ただでもやっぱ平均ターンそんだけ長くなること考えると4は4でいいんじゃないかなと思うんだけど、って思います。うん、だからこんなようなやつ3と4もあれだね、20がポジ使うのかね、カニさんの CR か使うのか、それから、37と38があるから魔女使うのかモズル使うのかの選択肢になるけど、まあ、あの引き継いだ方が多分いいと思うよ、はっきり言って。うん、落としてて味方の方をどん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 残してっての方が引かせらしいというか、うん、それを抜いていく火力が出しにくいもんね。水カットが入って風カットが入って砂漠のとこ火で抜けたからって、結局その火のやつって蘇生もらえるわけだから、そのまま落ちていくわけで、ね、引き継ぎの火力ないままモズル相手にしていかなあかんわけだもん、火と風カット入ったやつを。そこで裸でまあリス入れて別に撃てるかもしれんけど、そのリスのカウントが間に合うかどうかとかっていう話があるから、っていうところのなんか複雑なパスじゃないけどさ、スキルカウント発動できる、で蘇生もらえるかどうかによって変わりますが、もちろんそのセルフ蘇生入れるとか味方がかばってくれとかの全て含めて、うん、考えると思う、こんなじゃないけどポディモズとか組んでった方が面白くないけどな、なんか引かずのテンブレみたいになるけど、そんなバナなんかなって、そうか、どっちかあれかなと思って、ポディパップでいくか、4枠にモズル入れてパップはでいくとか、なんかそんな感じで。パップはでもなんだかんだ言ったら補正入っててやっぱ強いわこれ。だって3300の1800回で5100でしょ、で85でカット6だもんね、単純計算でいけば3万あるもんね。もう耐久あれか、確定数値で言うと2万1000とかそんなもんぐらいかあたりが乱数圏内多分。いやそんでもでかいよな、だったら使った方が得だよね。で倒せるのもあれだもんね、リスコックスだけだもんね、ほとんどが。うん、暇人になったらよっぽどそのなんだろう、あいつ三河先生とかのあのカット系とか、肉食さんとか2倍から3.5かあたりをかけてかんと。でもそっちはあれだもんね、全く耐える要素がないというか、あのターンがかさむ要素っていうの、ないから、結局こんな風になんかそうだよな、継続ターンあるやつ、使ってった方が選択肢の中でだからそういうのじゃないんかなって。ウーマンパプアポディモズル、三枠の風のカバー系とか含めたとこ、それから火力じゃないけど行くならリスか絡めて、コスト安いからっていう意味でカット入らんし、まあ面白さはないけどね、だからいつもとそんな変わらんのかなってだってこれどう思います、どう考えたって、その火力は多分そこそこは多分足りると思うんだわ。で風 1.24 あるわけだから、ヒッターがね 1.24 入ってね、ワンチャンの倒せる可能性ある。2400正式数値どんな風なんだろう、計算してない、あの相手見とって倒せたり倒せんかったりあるから、あ結構際どいとこまで行くんだなって 1.24 で、で3も風遅延そんなにおるわけじゃないから、まあ、メルクでいいかなって。最初あの火使ったんですよ、あの福岡ピオ、あとコスト1あると18で使えますが、あれだと蘇生もらえんし、もう全くそのままポトンとしていくだけだで、あれ逆にガッサがやりやすいであかんのですよね。パレンケが多いと多分あっち入れた方がいいかなと思うけど、パレンケそんなに多いわけじゃないし、風カットカバウケっていうのもうめっちゃ多いとは思わんから、おったって別にメルクで足りるもんね。だって1800のこの9000のそこの、だって相手ここら辺絶対風入っとるから 1.24 じゃん、あれだけだもん、アッシュだけだもん、ダメなのは。でもそんなまれだってイレギュラーだもんさ、そこまではいいんすよ。リオクはあれなんだな、重いんだよな。でもこれだとあの蘇生もらえる可能性ないから、スキルターンのリッチやから38じゃないけどカウント3で使うしかないんですよね。40入れてヘビ入れると最後は入らんもんね。最後どうしてもあの15、どうしても入れてないとダメなんですよ。あれ、
ぶっちゃけて言うとコックスにした方がいいよ、おそらく。うん、それもあると思う。うん、そこはでも譲れんかった。なんだろうね、だからここでも三箱でずっと探したんですけど、なかったけど、水が入って蘇生もらえるやつ、水風とかでなんかの火力系とか入れてく、それが嫌だったら水風のなんか似たようなコスト帯で探してく、妥協して入れてく、うん、でリスにして後ろなんかもうちょっと重たい蘇生かカット系みたいなやつ入れてくみたいな。リスにするとこれ20だから18か、最後33パパとかでもいいんじゃない多分そっちは強いと思うよ。うん、っていう場だと思う。なんか嫌だけどな、ポジとか食らう可能性もあるけど、だってそんだけ単数かかるんだったら、そんだけ単数かかるぐらいのかかるぐらいとか、そこに蘇生もらえるぐらいのところに入ってないとね。それを拒否するってことは自分だけね、平均ターンで分からんけど、例えば10ターンかかるところ5ターンか7ターンで終わってくってことだもんね。残りの3ターンずっと幽霊でおらなあかんだもんねそれは不利だよな、どう考えたって。いや、そう落ちてってたらその何味方を残せやいいよ。例えば平均ターン10ターンかかったとして、自分が5ターンかね、ほぼストレートで倒れてて蘇生して終わったとして、もうそれで味方を残せるような、例えば3枠とか2枠とかにカバーを入れて、ある程度結構な確率で、まあ味方1体とか2体とか残したりしていけるような構成だと多分いいと思う。これ何も味方残せんよね、相手が誤動するとかそういうとこだよね。せいぜい所定のあれじゃないの、お肉さんをね、火の低火力とかじゃないけどそこで撃てんとか、そういう話とかじゃない、タゲする相手がおらなくてしゃあないとか。うん、だからあんま尖った風にしちゃうと所定を安くするのは多分きついだろうね。10いくつとかでも風で4500ぐらい、4000でもちょっとなんか足りんかなと思った。うん、私は風の方がやりやすいかなと思ったけど、うん、浴衣足りんよな。コックス、リス、コックスかでも足りんかなと思った。4500ぐらい欲しいかなと思った。だからツッチでも足りんだよな。足りんけど、その代わりツッチの場合耐える可能性があるから、まだチャラにできるかなって。うん、使ってくなら封印尺とかあれか、後ろの構成とかによるわね。お肉さん入れてくるんだったらそれなりの火力じゃないか、入れてった方がいいとこあるし、うん、いいかな、まあ、よく分かった。なんか、うん、これさっきやったか、うん、選択肢的にどっちがあれかなって、これ全く継続させずにどうかなって、まあ、継続させた方がいいかなと思うけど、まあこれはこれでみたいな、うん、なふうになるかな。なんか3の水カットかなんか欲しいかなと思うけど、ちょっと重いよな、コスト38がこれは。うん、でゴーク入れてパプアになったけど、まあまあでもこれはこれじゃないけど、うん、でも選択肢としてほんとここら辺になると思う。うん、でも面白くないよ、別にだけど。これは耐久要素ないんだよね。だから水に変えてって、あ、統計取ってないけど、7割以上、多分貫通できるんだったらこれでもいいと思う。そんな貫通できると思わん。まず3枠のとこでやっぱポジオったら引っかかるしさ、行かざるを得んか。最後かなんかのところもそうでしたか。なんかね、俺のデッキがなんかリークされたみたいに水カットばっかりいましたが、うん、あれも止まっちゃうしさ、少ないよ水カットなんか、ほとんどいないから無視してもいいんだけど、でも3で引っかかるもん。3で引っかかるってことは水カットを 90% 引き継いだ10倍のやつの後ろに何かがおるってことは、ポジの可能、ポジじゃない、モズルの可能性高いもんね。そうすると59か58ぐらいだで、10倍だで5万8000とかそんなもん出してくるでしょう。あれ水が、火が入ってるとあれか、当たりがちょっと弱くなるけど、水、耐水に対して。そんでも、きついよ。ヴィッセルの、2500の水だけでは。うん、考えると多分7割は抜けてないと思う。いや、そんなにやってない。だってやって思ったもん。なんか、抜けると思わなかった。うん、なんか、味方に左右されてるかなと思った。うん、だから、こんな風なやつ。
フーマンのコストどうかなと思う。45かかるんだったら、うん、まあさ、折って助かるとこはあるけど、でもやっぱ前より柔らかくなってるな。意識するもんね、どうしても。肉食さん、今日で言うと師匠が安いコストで出せるから、うん、風まじりのとこあって、あんまり安定して信用するのどうかなって。うん、そこが絡むとパチコンいかれるとこあるから、45に対してってことだよね。うん、でもまあこんな感じで気づいた方が多分いいかなと思います。うん、面白みには欠けますけどねっていうこと。こんなやつ選ぶかな、多分初手どっちでもいい、28でも別に漏らすってこと考えると28の方がいいかもしれん。うん、あの28の方があの回復して味方を守れる可能性があるから、 11% かなんかかけたってそんな変わらんもん、計算してもすごい数値にならんもん。せいぜい1000とか2000とかそんなもんだもん。うん、こんな感じに引き付いた方がありなんじゃないかなって。あとはダメージ計算しながらスキルを使うか使わんか判断してくださいみたいな、かな。面白みには欠けるね。あ、それで明日でございますということで、いきなり言っちゃったね。194だったはずだけど、いや、こんなんしか出んかった。4枠おかしいね。42余ったでなんか入れただけ。選択肢がなかった、42で。待って。初手どっちがいいんだろう。不意尺のあれなんかな。でも不意尺であれだもんな、倒せんもんな、そっちがな。うん。似たコストだったらこっちかな。42本となんかいいのないかなと思って、3枠で蘇生をもらえつつ、こんなあたりの選択肢トゥインクでも入れるか。42下げてまでダリア使う、モンポスはちょっと早すぎる、ステがそんな高いわけじゃないし、進化パレ悪くないけど水入ってほしいよねって思うよね。後ろの構成があれだから、ノエルちょっと違うよね。サクラ悪くないと思うけどもらえんよな、蘇生がねって。ここら辺ラクダは選択肢としては違うわな。かばっちゃったらいかんもんね。そしたらカニも一緒だよね。そう考えるともう選択肢ない。だったらね、こっちのこれか、姉さん使うんだったらマンタになるよね。マンタというかそっちの方がまだあれだよな、かなって。下げてまで不意者使う、コスト余っとるけどみたいな。2と3を別にひっくり返してみるよね。そこら辺はご自由にかな、多分。まあでも明日あれだな、初手のキャットも意識はしなあかんとこあるよね。ただ水に変えたってキャット倒せんねんな。初手は倒せん。かな。ただ初手使っちゃうとキャットもったいないかなと思うけど、レイフオールで。レイフが多分意識、でも切るならカードはここじゃないの。これがただコスト一緒だもんでさ、ちょっと私一つは足りてないけど、これ、21号じゃない、201号だね。これだ確か7000だよね。7075だからな、なのかな ?3 万弱ぐらい。2万8000のそのままぐらいじゃなかったかな。これだとだいぶ弱いよね。これに、玉引き付いたやつがね、つく読みより少ないぐらいだった。ただ継続ターンがある。今日ちょっと強く見えたよ。玉引き付いの2013。だった。今まで IK 数値いくつだったかな、6万いくつとかそんなもんぐらいなかったか。つくよみの玉が7万ぐらいじゃなかったかな、確か。それちょっと低いぐらいのやつ。その代わりずっと自分受け取れるもんね。今日だとそんなに最後全体がなんかおるっていう感じでもなかったから、意外となんか強く見えたけど、隣の芝生現象かな。どう、194だとどうだろう。
150ぐらい以下ぐらいところで無理やりなんかぶち込んでいくのがありじゃないかなって。これその途中で言いかけたというか言ったやつじゃないですかさ、選択肢として今だとあのあれ言いますが、私使わんけど、あのなんかあのどこだった、あの水変2ターンか3ターンぐらいガーってやっていくやつ、4カウントであれがすごい使いにくくなるよね、この人の存在によって。だってパレンケ相手に水変するようなもんだもんね、要は。いやだってこの存在を意識しないといかんわけじゃないですか、単純に。あのあれじゃなくて、あのゴッホだけじゃなくて、上位互換ってお前言わんけど、今貫突は多分貫突じゃないかなと思った、機械かなと。私もこれ以上なかったで、あの作らんかった。まあケチったっていうのもある自分の中で半信半疑はある、数値的に見て60で、まあ継続ターンあるし、だいたい使い方したらやっぱそこだよね。疲弊してもあの耐久があるっていうのはでかいよね、残せるっていうのは。あの弾は消されるけど、この分は打たなあかんから。で、疲弊すると風の全体とか消えますが、そこの計算をすごい求められるよね。疲弊しん方がいい場合があるよね。うん、風全体かけて風特化あるまま打っていった方が多分ダメージ出せると思う。疲弊して全体とか消した方があかんよね。うん、2万いくつの疲弊してっていくと 1.5 とか、逆算数の計算があの難しい、私。すぐパチッと出せん。うん、ただ問題点なのは風があれだね、 100% 蘇生っていうのが最後少ないよね。コだからこれがおるようなところだと逆にコックスを使いにくいというか使わん方がいい時あるかなって思っちゃったりもする。うん、マルコちゃんでなんか押し切った方が34だったか、うん、出した方がなんか後がまだあれかなって、自分たちのためになるんかなって、ちょっと場を変えそうかなってなんか思ったんだけど、今日見とって思った。うん、もう先生が使ってたけど貫突に近いんじゃないかなってなんか数値的に見て思ったんだけど、私ぐらい高いはず、どう考えても。うん、いくらその玉引きずりた数値にしても。うん、連撃とか何も積まずにおると本当あれだよ。うん、色変とか不意にしにくいし、そこはあるかな。で特にあれだよね、あの今日ヒヘビが少ない、いやコスト的に使いにくいんだよ40が。うん、から余計あの輝いて見えたので、うん、それは思う。そういうのが使えるとだ、あでもあれかクレコとかおるとややこくなるかかな、どうだろう。明日のコスト採用かな。私は同じ60だったらこっちにしてキャットにした方がいいかなと思ったんだけど、おだってでももうこれキャット持っとう人って多分2枠より最終入れていくでしょう、使うとしたら。それの裏を書こうと水辺で行こうとする、でその裏じゃないけど正攻法で行こうとして持っとう人は201号使おうとするっていうところの、なんか戦いじゃないけど読み合いじゃないけど、じゃんけんのグーチョキパーじゃないけど、割とめんどくさいなんか展開じゃないかなと思うんですけど、どうかね。うん、考えることだってそこにランコも絡んでくるわけじゃないですか。コスト60だって選択肢として一緒じゃん、カウント5だから。うん、弾は4カウントだもんね、発動に関しては。選択肢植えたのな、1ターンだけ。ランコでね、素直に1ターンもらっていくのか。うん、2013で、2013はあれだな、貫突者は、まあ、貫突じゃなくて別に使わんことないけど、明日でもちょろちょろ多分出てくるんじゃない、うん、ランク下がらんし、まあ、やってみようみたいな。素直に組めんだよね。っていうのはさ、こんな風にストレートに行こうとすると、カウント後は怪しくないって思うんですよ。いや、安定するならいいよ、これが。そんだけ遅いならいいけど、そんなのが想像できんもんで、うん、考えるとやっぱセルフ蘇生入れて弾201になるから、どっちが強いんかなって。コスト考えると私はなんかこっちじゃないかなと思ったんですけど、継続ターンもあるし、
対風だけに対して火に変えてみたいな、これあれだもんね、1段だけだもんね、その代わりストレートにいけるけど、だってこういうのも意識していかなきゃもんね、三枠のとこで火に変えるとか、最後も全部火に変えたいよね、変えていきたいよね。そしたらあれだね、そういうのを逆手にとってみんな火に変えてくるんだったら、ゴー君いらっしゃいになるよね。なかなか難しくなったと思うんですけど、どうですかね。あ、一回組まして、ちょっと待って、203組んでなかった、この土地はさすがにきついかなと思って、だって194で組んでいくならもう選択肢これだよね、コスト変わらんし、1943使います、初手なんで買えんの、コスト43できます、何使いますか、43お化けも使えんのな、あー風太郎か、パイセン、まあ、こうじゃない、蘇生もらえる可能性も考えて、いやセレブ蘇生行ってもいいよ別に、まあ、逆にあれか、じゃあ私、あの確かあのユキちゃんとか捨てとるの、捨てとるというか倉庫にあるじゃない、セルフ創生組んでみる、だったら、でもセルフ創生組んでも初手はあれだぞ、あの重いの使えんぞ、待てよ、194でしょう、これどんだけいけるの、72、75とかまでいけんか、ちょっと待ってください。ないんだな。これ30にしてください。だったらここ。30だと思って。出してくのめんどくさい。だからこれが119になっとんだ。ってことは、75を組める。あ、でもレイフでバチコン行かれるか、75、これ組めたらいいんだけどな、オーバーだな、ちょっと足りんけどね、これだったらまあ突き読み使った方がいいけど、突き読み使ってもでもあれだもんな、ツッチーとか倒せんもんな、レイフが打ってあれか、タツピを使ってたわれ、60どっちがあれ、キャットでタツピ打って確かランス、ちょっとあれだよね、ランス入ったのね、もちろんタツピオでキャットは、タツピオでキャットでいけるのって、いやいけんだろ、6000はいけんだろ、75、レイフに打たれんこと考えるとこっちのあれ倒せること考えた方がいい、素直に、これでもセルフ蘇生で多分考えん方がいいんじゃない、なんか待って、待って、ちょっと待って、これちょ待った、まともにやった方がいいね、多分これが30、じゃあ29、弱い29、動くかな、どう並びのがいいだろう、これ選択肢として、これは
蘇生もらえる構成じゃないもんな。水増しになんかおった方がいいんだよな、これ。初手のツッチを落とすのにキャット使うのもあれだけど、キャットのカードに2枠で切りたいよな。こう28、他になんか選択しないか、これなんかあれかな。タツピオも好き。初手はでもあれだよな、絶対に風だと思うんだわ。火入ってない方がいいと思うんだわ、どう考えちゃって。キャットはレイフに任せてみたいな。うん、まあ2枠もちろんあれだな、ピサ君の可能性もあるわね、落としていく人は。うん、こんな風になんか言った方があれじゃないかなって私は思うんですけど、動けば、うん、まあ、ここら辺感覚見ながら、もうちょっとトスが足りてないけど、セルフ蘇生入れる、多分こっちの方がいいんじゃないですかねと思うんですけど、安定して動けばな感じじゃないかな。他にも思い浮かばんかった。多分こっち使った方がいいと思うんだけど、やっぱりキャットでいった方が、うん、こういうような風か、こうか、あ、これはあれか。案外こっちの方があるかもしれんけどね。うん、体力的にはあれか、あ、でもあれか、キャットの方が強いか、耐久は。耐風だけだか。火で折れる方が最後なんかメリットあるかなと思うんですけど、こんな感じ。これはちょっと足りてないであかんけど。かな。なんとそっかな。うん。で、まあ、こんな感じでしたということで。素晴らしいね。いや、でもやっぱそのあれだと思う。その環境に逆らう、場に逆らうじゃないけど、言うようなやり方しようと多分あかんと思う。ああ、一個一個。チケット減ってますでしょ。あの、あれ。引いた、なんだ、フマを引いた。あれを天井まで引いて、明日のやつで言う。うん。あれ、日曜日あれだから、あれ、明日に行った方がいいか。あのやつを。向こうのやつがないで、喋っとくだったら。明日終わってからのがいい？明日のやつは、不満言うんじゃないけど、その話は明日試合として。これ、先生のやつじゃないけど。これで、左から、無凸、貫凸、一凸の並びかな。で、あいつは、無凸にしてみた。で、二周目の方が、あれを全部貫凸ツインクかでやって、向こうのと切り替えるとめんどくさいもんでさ、向こうのスクショかなんか持っとけばよかった。構成一緒、向こうがツインク貫凸だと思ってください。先生のサージュに書いてある通りじゃないけどさ、23ターンぐらい 4%4% の明日あれか、これでやってみる。で、こっちだと25、6ターンぐらいかな。2ターン、3ターンぐらい伸びる。で、これやってみて思ったんですけどさ、そんなに、凸によって確かにターン数変わるけど、先生サイトの指示通りじゃないけど、もう凸、3凸、3凸ぐらいの方が多分あれじゃないかな。うん。安定感とかは。最終あれ思った。あれがね、無凸の、これ誰だった？トミスさん。使うのと、ヨネクラピオか。あれ使う、ヨネクラピオよりもうちょいこれ無凸の方が数字が高いか。うん。どっちがあれなのかなって、貫凸やってみたけど、なんか差が私はあんまわからんかった。っていうのが、ノータゲで、なんだろう。自動スキルと自動ターゲットか。
ノウサゲを自動サゲとか言わんか。で、やる前提なんですけど、トツが足りるか足りんかより、積みゲーっていうか、相手の残し方によって、その、自分がエクセ、逃したとか、誤投したとか、セーフティー拾ったという意味で、のところで、どうしても絶対にコンティニュー案件になる場面があるんですよ。なっちゃうときは。それの調整を自分でした方がいい。だから多分突よりそっちの方が大事。一日コンティニュー7回あるから、それを何、7回使い切るまで、もう私みたいに、私2台でやっとるから、両方自動スキルでタゲ全くやらずに、まあ、全然見ずにやったんですよ。コンティニューなくなるまでやったんですよ。だけどこれが何、やる気無制限でやっとる人ばっかじゃないですよ。やる気70溜まったらやるとかさ、で、レベルがそんな高くないから、やる気が少ないから、ね、回数が限られるから、1回でもパーセント高くしてやりたいってすると、そうするときっちりタゲした方がいいっていうか、その何、コンティニュー案件ならんようにやった方がいいってなりますが、その、だから環境で違うから、もう一概には言えんすけど、そっちの方が大事だな。で、一回実践にやってみた方がいいね。私もまだはっきり把握してない。6回付近で、タゲ調整していく。正式に言うとあれ多分ノータゲじゃない方がいいと思う。相手の残し方によって、もう明日やった方がいいだろうな。これ要は何、トゥインク4体並べたら当たり前だけどダメなんですよ。いや、優しいかなと思ったら4体でやってみたけどダメなんだわ。トツが足りんとかそういう問題じゃなくて、4体はダメなんですよ。うん。なぜトゥインクもだってこれ別にリーダースキル 4% だからさ、別に 4でもいいんじゃないかなと思ったんだ。別に1体するのと吸血するのと違うんですよ。吸血でするのとトゥインクでするのが。逆に吸血並べちゃうと、それもやってみたんですよ。火力が足らなくて積むんですよ。結構シビアなんですよ。だからトゥイン、3トゥインクが絶対いい。こう並びだと思う。吸血トゥインク、後ろはどっちでもいいかなと思ってる。別に、トミス、貫突でもいいんじゃないかなと思ってるけど、やってみてそんな複数は思わなかった。うん。トゥインクの突によってもちろん変わるけど、でも1突、3突、3突と、貫突、貫突、貫突で3ターンぐらい違うっていうところを高いと見るか安いと見るか、3体分揃えるのが難しいという、その何、突難易度の意味で。だったらまあ無凸3凸3凸ぐらいで様子見ながらやっててもありなんじゃないかなと思う。どっちみち世界編来たらあれでしょう。トゥインク多分みんな通るでしょう。その頃にはまたあれか、違うなんかネギステージとか出たりしとんかな。そんなのはまあ未来のことは考えてもいいにしても、まあ明日やってみたらいいだろうね。積む瞬間が本当あるんですよ。絶対コンティニューになっちゃう時がある。なんだけどやっぱ 4%4% でやっていくと20何パーぐらいだったかな、何にもクッキーなしで。2回か3回ぐらいで上げて 25% 前後ぐらいまでいけると思う、確か。30% 弱ぐらいまでは、3回か4回ぐらい確かいけたんじゃなかったかな。それ考えると別にね、コンティニューになってもこれでやった方がいいんじゃねえかなと思う。だって3体、トゥインクが3凸3凸無凸だったら、貫凸1体分ばらせば作れるわけじゃないですか。だったらまあやってもいいかなと思う。あっちバージョンもあるんですよね。バーサンバージョンもあるけど、あれだとタゲ調整とかが結構シビアになる。だけどあれ本当にやる気無制限じゃない人は多分これかバーサン構成、トゥインクの突内容が高いんだったらバーサン構成をバーサンバラしてやってるとかで、時間かけてでもその代わり1回のパーセントが高いってやつやってたら多分あれだと思う。集まる率やっぱ早いと思う。4% でやってくると、4% でやってたら、クッキー上げてっても20までいけるかどうかぐらいなんですよ。15から18とかぐらい。やっぱ違うよ、あれは。1日じゃないけど、半日でもやってくるとやっぱ違う。ネギ収穫効率じゃないけど。明日やってみたね。そんな感じかなと思ってる。貫突3体分作る価値はあるかなと思ってる。だそこのやり方を覚えなきゃ。多分私が一つだけ集中してやった方がいいんだよね。やり方をちゃんと覚えやいいんだろうね。どの回でどの状態になった時には、
あの どっちを下げるとかっていうのを自分で覚えた方がいいんだろうね。めんどくさいでやりたくないよ、どうしても。だったら2つでやって、あのダメだったらコンティニュー使えばいいって、コンティニューなくなったらもう変えて、あの通常の方、こっちの方か戻せばいいわって。これとツインク3体の方とこっちの方がバーサーの方があれかな、バーサーの方があれだもんね、タイミングだったら当たりが強いもんね。だツインク3体貫通できるとあのリーダーを変えれるもんね。ヨネクラピオだとあれかリーダースキルが違いますが、あれがイカと、イカより確か特効率が高いですよ、確か。175かなんかあったと思う。0.75 違うから。その分のダメージが違うから。だからトゥインクのあれだね、ダメージ出せるよね。後藤の許容範囲が増えるってところか。うん、で、トゥインクのと繋いでが高いってもう、ね、自分の揺るがみのね、手持ちじゃないけど、で考えるんだったらもう、バーサーでいいかなと思う。これはダーウィンで作れるもんね、とりあえずのところは。かな、明日やってみてっていう感じですかね。うん、そんなとこです。うん。あ、でもよかったね、なんか。テスト期間でじゃないけど、こんなんで火力のあれとか言って。なんかだいぶなんか分かってきたというか。でも分かってきた反面、逆に言うと、それに逆行した今の場っていうの、環境っていうのを、デッキにしちゃうと、加点というか、勝率が下がるというか、負けが込むというか、ってなっちゃうと選択肢としてやることが結構限られちゃって面白みは欠けるよなって。うん、だって今日で言うと最後にそのセルフ蘇生環境、場が遅いって言った方がいいよね。平均8から10ぐらいは多分かかると思うようなところ、2桁問題多分いくのがざらないようなところで、そんな最速落ちじゃないけどに作っていくってのはちょっとねっていうところあるね。嫌でもそのターン数、長くなる試合数を受け入れて、だからこれ 1時間の試合数が多分可能性に勝ったで、デッキそんなでいけんかったんだろうね。っていうことかな。面白みがないって面白みにかけるかもしれんけど、そんな感じでございますかね。ということで、また明日もっとあれだね、変なの考えといて、うん、頑張るでございます。明日ネギか。龍神に向けてネギか、まあ、そんな感じで終わりましょうという感じでございますということで、はい、ということでそんな感じで終わり。